ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は一度だけ実現カールゴッチニックボックウィンクル組について触れてまいります。あまり接点のなさそうなカールゴッチとニックボックウィンクルですが、実は一度だけタッグを組んだことがあります。1969年6月11日カールゴッチニックボックウィンクルペドロモラレスの豪華なトリオが実現したのです。対戦相手はキングイアウキやゴリラモンスーンドッキーモンテロのこれまた豪華なトリオです。コーナーからカールゴッチのブリッジを見つめるニックの姿が実に新鮮です。試合は60分3本勝負、1本目はイアウキアがゴッチから、2本目はゴッチがモンテロから、3本目はモンテロがニックから、それぞれピンフォールを奪い、イアウキア、モンスーン、モンテロ組が勝利しました。コーナーでゴッチが3人から攻撃される姿も実に新鮮です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は一度だけ実現カールゴッチニックボックウィンクル組について触れてまいりました。